マグマストーリー。おお、すげえ。マグマオレンジカラー。なるほど。わあ、未来的。このジェネシスの、まあ、スポーツディビジョンとして、うん、実際販売されたことが、あの、中東、アラビアとかなんか中東では、うん、まあ、実際ちょっとリミティッドエディションとしてなんか販売されたらしいですね。うん、ね。で、向こうに置いてるのが、まあ、実物ですね。Oh my god. ハイパーカーですね。多分そうかな。うん、やば。ウィーユのデザインがマジすごっ、もうこのオフセすごいですね、こういうオフセかね奥までもうシャネなんか入ってるね、うん、デザインドバイジェネシスって書いてる、ここ多分あのサイドミラーのカメラかもしれない、まあいろいろ多分ついていますよね、うん、カボンとか、あ、実際のカボンかな多分、まあ、スイートがすごいですね、すごい、うん、はい、もうシャニーエアロダイネ、エアロダイナミックだったっけ、うんうん、エアロダイナミックスがしっかりすごいですね、デザインされてる、295 22インチ、もう後ろのエアディフュージョンもすごいですね、もうシャニー大きいですね、おー、すげー、ごっつ、わー、スピード上げてっても地面に這いついて走ってくれそう、すごいな、でも背景が見えないからやっぱりこれもまああれかな、多分 EV、 もしかして EV かな、うわかっこいい、わ、センターにピンが入ってシャークピンみたいにね、うん、うん、あ、ブレーキブレンボだ、ブレンボー、サイドビューがこんな感じ、めっちゃキックすごいっすね、こっち、ああ、滑らか、うわー、あ、アンダーパネルがまっすぐじゃなくてこういう感じで、こういう感じだ、ああ、で、フロントの開口部も三角形っていうか、そういう形になってる、で、その周りをライト、LED、 あ、Look at that! The hole around the tire house, wheel house、 わー、すごいね、韓国のグルメっていうか、まあ、いろいろ、おー、うん、こんな感じで、まあ、食べ物もお腹空いたらこっちで帰ると、あ、お菓子とかもスイーツ、フォンス、ソーティーチョコクルーキー、これはなんかコンセプトカーですか、メルセデスみたいにちょっと見える、まあ、まあ普通にジェネシス、うん、あ、バギーとかもそういったのも、あっちはレーシングカー、そうそうそう、あっちが結構なんかチューニングカーの展示してるところですね、もうレーシングとかもう置いていますよね、うん、あ、すごい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 、どうぞどうぞ、うん、これね、角度からも違うさ、ハンバーガーついてる、結構ボンネットの高さがある、ヨマさん、エンジンルーム見えるよ、あ、ほうほうほう、うわっV6 お、あ、でっかいチャービン、チャーボーがついてる、まあ、ターボもすごいですね、ターボもすごいうわ、このパイプがめっちゃでかいですね、そうそうそう、90杯ぐらいあります、80杯とか、なんか結構パイプがね、あ、これめっちゃでかい、うん、うわ、フレームが、そうそうそう、めっちゃ、わー、このボックスがすごい、で、こっちにスロットルがあって、多分ね、この部品自体がもう全部なんかね、あの、うん、チューニング部品だったら
もう中に全部ハイキャムとかいろいろ全部解除されていますよね。ね、多分コイルも通常品じゃなくて全部あれだし、ね。すごい。で、熱対策もあっちにいろんなシートが貼られてる。そうですね。あっちになんかなんだろう、ご飯にかける調味料みたいな感じを。あ、本当だ。3種類のオイルね、オイル。クラッチ、フロント、リア。あ、ブレーキとクラッチオイル分けてるんですか。そう。それぞれ。はい、こっちからもなんかもう見えるわ。ああ、アーム類が見える。あ、サスペンションこっちにあって、ショックアブソーブ。で、アーム類がこっち。エアクリーナーこっちにあった。ソル。そのまま前から吸わして、ああ、すごい。直接当たるようになってる。ああ、そうですね。もうオープンの空気がこっちについてるわ。見えるわ、こっち横から。こんな感じです。おあ、コーラもすごいですね、もうね。コーラもすごいでかいよ。インナークーラーめっちゃでかい。うん。あれ、ラディエイターどこあるんですかね。だから、もう、インタクラともそれとしても、この前、あ、後ろにもあった、後ろ。ああ。じゃあ、後ろはそっちから見えますよ。後ろ、あ、後ろにいたか、じゃあ。そう、後ろについてる。あれと同じように、こっちにあるのも多分同じだと思うんで、こっちにラジエーター、ラディエイターがこっちにあって、わー、めっちゃでかっ。ラジエーターめっちゃでかっ。はい。こんにちは。バッテリーも also here。あ、なんか見るらしいですよ。あ、日本でも出たって、日本でも走ったことのある車ですか？らしいですね。あ、GT カーとして使われたってことかな？シフトの D1 とかですかね？まあ、ドリフトとか。そうですね。サイドの、レバーが、D1 とかでよく使いそうな感じで。確かに。シフトもクイックシフトは多分 i パターンかな、あれ。ガコンガコンガコンって入って。面白いですね。面白い。あ、燃料タンクこっちにあって、ここから吸い上げて。そうですね。バッテリー真ん中に置かれて。バッテリー意外に小さいですね。あ、こっちに。やっぱこれ D1 とかじゃないですか、ドリフトファイターって書いて。あめっちゃこっから煙とかバーって出てきそう。なるほど、ドリシャってことか。すごく面白いですね。こっちはもう完全にレーシングカーになっていますよね。後ろを見るとさらにすごい。わあ、オールカーボンじゃないですか、多分。カーボンですよね、これ。カーボンですね。めっちゃ軽そう。そう。うわ、すごい、全部アーム類が見える。うわ、すごい、ブレーキのダクトがあったり。わあ、ステアリングウィール、この作りもめっちゃすごい。結構近づいて見れるぞ。わあ、シェイプオブ GT ウィングが。もう角度がすごいですね。角。逆のくの字になってる。うわ、見てください、これ。すごいな。あ、で、マフラーがなんか特徴的。ディフューザーもめっちゃ低いなー、これ。これぐらい。うわ。わー、かっこいいっすね。すごい。ここも。めっちゃかわいいっすね。かわいいね。Forever Girl。うん、めっちゃかわいいっすね。あ、マフラーがシンプルでかっこいい。ちゃんって。アーム類が見える。なんか結構仕組みクラシックじゃないですか。この上についてるなんかこれもまあ金属だし、ね。なんか形も結構なんかまあ、そういうクラシックな感じ。80年代とか、それぐらいですかね。そう。ステアリングがちっちゃ。ノーオイルって書いてある。これでもまだ2人乗れるんだ。はあ。かわいいですね。
おしゃれなデザインが結構レトロな感じ、うん、いい味ですわ。あ、じゃあここです。フォードの GT で。フォード GT。あと後ろに置いてるのがブガティですね。うん、初めて見る。かっこいいですね。めっちゃかっこいいですね。ホイールのデザインも。そう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 。大人気。みんな写真撮ってる。あ、フォードのこの特徴的なカラー。ハンコックタイヤか。ハンコック、ドライビングエモーション。うわ、ヘッドライトの作りがめっちゃ。細かい。ちゃんと GT って、ロゴがある。Look at that mirror! エアロダイナミクスがすごい。逆にポードの GT はなんか日本のなんかそういうモーターショーでもちょっと見にくい車じゃないですか、一応。ね、東京オートサロンとかでもなんかこっちら辺はなかった気がするんですか。だってあのもう出てから結構なってるし、多分もう生産中止になってるんじゃないですか、多分。そう、あ、基本的にモーターショーにはなんか新車しか出てこないから。あ、確かに。そう、これも多分 AMR ですね。AMR ですね、多分。前にラジエーターで、こっちはインタークーラーとかかな。あ、着火って見えますよ、エンジンルームから。こっちから見えるか。ホイール。わ。あ、こっちから見えるわ。エンジンルームが、エンジンルームが。イグゾースマフラーこっちにあるんですよ。エンジン。V6 ぐらいですかね。V8 かな。とりあえず V 型っぽい。Powered by Ford って書いてる。うわ、見てください、この、こちら辺。サイドから流れた風を、シュッて後ろに流す。うわ。で、ディフューザー、リアディフューザーのピンもめっちゃ細かい。あー。で、その奥に駅マニっぽい配管が見える。うわ、even brake lights。 There's a hole。 ブレーキランプの真ん中に穴が開いてて風多分抜けるんでしょうね、これも。極限まで余分なところ。ちなみに普通に道走る車ですね。ちゃんとナンバープレートついてるわ。ナンバーついてる、ね、ちゃんとナンバーついてるわ。これ走ってたらもうみんな見るだろう、絶対。わあ、じゃあ後ろはもうブガティが待っています。後ろどこを見てもすごい車だらけ。もうすごいラッピングですね、これはね。おね、ブガティにラッピングをね。確かに。ブガティにね。見ないですね。ねソニックって書いてある。わあ、ブガティ初めて見るもん。すごいラッピングだわ、これは。ブガティにラッピング。あ、ラッピングすごい。口が開いてるようにこの。そう。わあ。うわ、めっちゃ力強いデザイン。多分今日の中で一番、まあ、上等側じゃないですか。上等側、ね、今日出てるやつの中ではね。こっちにこれはインタークーラーかなんかな、ラジエーター。わー、わー、すげえ、後ろみんな写真撮ってるから邪魔にならないように。あー、すごいすごいすごい。エンジンが丸見え、何もカバーがされてないです。空洞になってる。 W16 ですね、W16。 そっか、 V 型エンジンが2つ、そう、 V が2つ、 V8 が2つついてるから、だから W。 あ、なるほどなるほど。そうそうそう、すげえ。今の手もう一回見せてもらっていいですか。 WV が2つついてるから W16。 そうそう、こうですね、これW16 エンジン。V8、V8。そうそうそう。うわぁ。最近の一番新しいので、一番新しいグレードでなんかまた V16 に変わったみたいな。ああ、そうですね。最近ニュース見ます。最近はね、やっぱりダウンサイジングだからね。ね、なんか W 型だからやっぱりなんかあの結構メンテナンス大変じゃないですか。確かに確かに。そう。ソニックモールス。ガンナム。ガンナム？ディフューザー。わー、すごい、奥から来てる。わおわおわお。タイヤのサイズは、タイヤのサイズがわからない。あ、110周年、110アーノス。イールって意味ですね、アーノスは。ブガッティ。わー、すごいですね。イグゾースマフル、うん、マオラで、デカロのシートがあったり。
あ、KW のサスペンションだ。日本の東京オートサロンでも展示されてました。面白いやつがありますよね。うわオーマイガーわおわおわお、これはもうキャタピラじゃないですか。もうすごいですね。ね、三角の三角キャタピラがね、うん、なんちゅうこった。ドゥマンギタシャリドゥマンギルよあーそれよえ、ヌーヤがヌーヤがドゥマンギタはちなみに沖縄の方言でびっくりした。ドゥマンギルよねノースウェストスペシャリティ、スペシャリティ。わあ、こっちにでっかいデフが入ってて、デフケースがこのショバンはすごいですが、まあ、なんかね、わあ、ごっついショックアブソーバーがめっちゃ入ってて、ね、すごいですね、これやっぱりオープンですごくなんかね、多く痩せだからうーわ、これどうなっとんの。あ、ダメよって書いてある。ダメよ、ダメ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 なんかこれ聞いたらやっぱりね、ダメよダメダメって言っちゃうとやっぱり湯布院に行きたくなっちゃいますよね。ね、湯布院ね、湯布院。これはね、ラングラーのまあ通常のねタイプだね、これは。ああ、それをこういう風にカスタムして、そうそうそう、ラングラーね、モディファイして、うん、ラングラーって書いてますね。この前あの沖縄でちょっとレンタルを、うん、ラングラーをレンタルしてから乗ったんですわ。ほいほい、うん、運転しにくいですねいつもなんかもうセダンとかなんかそういうタイプ乗って、あ、一応昔あの軍隊で兵隊を受けた時に一応こういう車を運転したんですよ、はいはい、運用のね、うんうん、運転したんだけど、やっぱり結構なんかもう久しぶりに運転するから運転しにくいですね、うん、やっぱりねサイズも全然違 う、 そう、感覚も全然違う。なんかこのフェンダーが結構出てるタイプだからね、うん、いつもより幅の感覚とか、そうそうそう、幅の感覚が全然なんか難しいですよね。スナップオンかな、これ工具の車になんか頭部入っていますよね。わ ー、 わー素晴らしい。ラチェットね、え、なんかもうあのダスベイダーが上にいるよあ、ダスベイダーさんがね、あ、大丈夫ですか、なんか見えますか。あ、カムサミ、ありがとうございます。カムサミだ、カムサミだ、ご好意で中見ていいですってことで、かっこいいですね、ありがとうございます。うわー、いっぱいいろんな種類のラチェットとか、そうそうそう、おー、あいった感じでアングルがついてたりとか、ソケットもあって、あ、ごっつ、これ、これごっつ、もうシャリでかいですね。これもう、多分さっきのなんかあんななんかでっかいのなんかで、ね、そういうのを外す、そうそうそう、軽自動車には絶対いらないんで、うん、他にも軽にはもうあれがあー、かわいい、こういうのかわいいですね、あれは狭いところでめっちゃ役に立ちます、ね、そうそうそう、うん、あー、いろんなドライバーとかもあって、わっ、初めて見たスナップオンのこのキャラバンというか、こんな感じである。わあ、多分これトルクレンチとかかな。ああ、プライヤーだったり、いろいろ。これ丸ごとお家にあったら、もう工具なんでも。そうですね、もう何でもできるわ、これは。そう。ちなみに運転席はこんな感じで。ああ、ありがとうございます。アサミだ。ラングラー、アンリミテッドスポーツって書いてある。これはラングラーで、これはルビコン。うん、ジープ、グラディエーター、ルビコン。実際乗ってみたら本当にマジですね。トラックなんかね。うん。実際乗ったらね。うわ、タイヤでかっ。こ捕まってぐる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 。できそうなんで。それぐらい大きい。マギですね。マギ。そうそうそう。すごいね。あっちがラングラーで、こっちが。ルビコン。あともうそっちのブースがすごいですよ。こっちからがなんかそのあの個人のね、そのコレクション、個人で集めたの。一応このアップジョスグジーという方も結構韓国で有名な車のユーチューバーさんで、